番大工さんの働く姿を見て感動します。朝から晩まで一心不乱に働いている姿を見て15歳の時に感動します。特に考えたのが建築やるならこの中に住むようになってくるとだんだん建築が多かったような気持ちになると。本を読んでるうちに そこでコンクリートの材料で打ちっぱなしの建築をいくつか作る中で建築というものの作り方を学びます。だから作りながら学びていく中でいつも新しいものに挑戦したいと思ってました。砂漠の中に建築を作る、この建築というのはこれがもう難しい。